受験やってきました、私が教えてた大学です。半分ぐらいだったんですよ、ずっと。だから過去問でも一回間違えたことないんですよ。なるほど。はい、任せてください。お朝ごはん食べて向かいたいと思います。おで始まりました、むちゅチャンネル。さあ今回はピチュ。はい、こんにちは、マリルイです。はい、ルイさんですね、受験やってきました。やってきました。受けてきましたね。はい、はい、ということで受験された大学、ここにあった。はい、和洋女子。はい、バーン。知ってます皆さん。私が教えてた大学です。あ、そうなんですか。はい、え、大学に行って。そうですよ。だから遠いって知ってたんですね。そうです。だから場所を知ってて。そうです。だからルイちゃんが行くって言って、しかもすごい寒波到来みたいだから。10年に一度の。これはやばいんじゃないかと思って、はい、ホテル泊まった方がいいですよって言って、近くのホテルを、はい、予約してやったんですけど、歩いてきてる模様とか、ここ挟んで大丈夫ですか？大丈夫です。はい、バンってやって、これ全然面白くない映像でカットされてるとかないですね。まだ見てません。わかんないです。カットされる可能性も多分あります。まだ見てません。はい、怖い怖い。はい、ホテルに着いてお風呂に入ったので、最後の追い込みの赤本解いていきたいと思います。これで最後だと思うと、ガシン昇誕っていう感じです。頑張ります。どうでしょう、なかなかの正答率ではないかなと思うんですけど、これは国語です。もう国語で満点取る以外私に勝ちにはないと思います。英語の歴は見なかったことにさせてください。何事も一日にしてならずだと思うので、現在1時半過ぎ AM、 おとなしく寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝ごはん食べて向かいたいと思います。終わって帰ってきました。初めての大学受験だったんですけど、楽しかったです。まあ国語は終わってから漢字の読み方をちょっと調べたところ、2個3個2個かな、間違えてたのでぽよぽよなんですけど、まあ、それ以外はなかなかできたんじゃないかなっていう感じで、英語はまあ本当にもうどうしようもない感じだったんですけど、結果をただただ待つばかりっていう感じです。試験を受ける服装をちょっと決めなきゃいけないなって。そこ泊まって駅から歩いて、はい、歩いて行きました、はい、9分ぐらい。じゃあもうたくさん人がいて、それに一緒に乗っかって、もう地図見ないで行きました、はいはいはい、でもなんか途中で違う大学の看板が出て、そう、千葉商科大があるんで横に、だから本当にこれやったかなと思ってめっちゃ焦って、歩道が細くて人がバーっていて、なかなか前に進めない。そうでした、うん、結構歩きづらかった、はい、途中横坂から登ってって裏門からも入れるんですけど、あ、ここに先生が立ってて、はい、こっちですよって言ってました、うん、こっちには行かないでじゃないけど、ああ行かないで、なるほど、はい、誘導してくれて、裏門からいつも行ってたんで、あ、そうなんだ、はい、さあそのことはどうでもよくて、どうでもよくて、はい、どうだったんだってわけですよ。英語と現代文しかないということで、はい、まあ、こちらの過去問とプラス去年の問題も見ましたけど、はい、超簡単。いやでもやっぱ赤本ずっと解いてて、はい、採点するじゃないですか、はい、半分ぐらいだったんですよずっと。だから35分の、はい、まあ、20とか35分の20取れたら半分より取れてる。あれ取れてる、全然取れてる。どんぐらいだったかな。35分の20とかですね、はい、35分の22とか、はいはいはい、こんな感じでした。全然半分じゃない。半分より取れてますけど、半分より取れてたけど、まあ、基本的に知識問題が多くて、で出題形式も微妙に去年とかと違うんで、問題回収されちゃうんで分かんなくなっちゃいます。ですけど去年の問題はまあ長文があって、でその後に空所補充ですよね、はい、でその後に正誤問題があって、で並べ替えで会話の並べ替えですね。あ、そうです。でだから今年は多分まあ正誤問題とか会話の並べ替えなんて難しすぎるんですよ、和洋女子大受ける人にとっては。でも会話の並べ替えは私結構、あ、6章でした、はい、できます、うん、なんでほとんどが元の形式に戻ってたということです。なんでその正誤問題がなくなって、イディオムの言い換え問題、熟語とかの言い換え、あ、それがありました、はい、熟語の言い換え問題で、で並べ替えの出題形式はその去年のまま、だからその前がめちゃめちゃ簡単な出題形式、ね、これだったらありがたいんですよ、はい、できてたんです。これで4号全問正解できたんですよ。いやだってこれで3択ってめちゃめちゃ簡単。もう衝撃の問題だけど、はい、まあまあまあ、いや本当にやられましたね、はい、で会話の返答を選ぶもの、返答を選びました、はい、ということで2年前と去年のがちょっと混ざったような感じ、そうでした、ってなりますね、はい、だから去年の正誤問題とかね、うちのチャンネルでこれは正解がないって言ったやつが思いっきり出題されてた。ダトーラーじゃなくてダトーラー人ってネイティブは言うんですよっていうのがですね、見事に出題されてました、はい、2人でも EST 使うっていうのが普通ですネイティブは。でも日本だと正誤問題でトーラーに変えなさいっていうのが出題されちゃう、はい、
はい、なるほど、悪問ですからね各大学の皆さんやめてください、この問題出すのは。さて、そんな中どうだったのか聞いてみましょう。長文どうでした？多分長文は読めたと思うんですけど、この中で合ってる日本語訳で合ってるものを3つ選ぶみたいな、うん、はいはいはい、7択かな。日本語訳、内容一致でしょ。あ、そうです、内容一致、内容に合ってるものを3つ選ぶ、ね、そうです。それを多分できてる自信があるんですけど、はい、長文の中に空欄があって、はいはいはい、ここに入れなさいみたいなのは本当によく分からなかったです、毎回そうです、毎回意味わかんないんですよ、オブ入れろとか、なるほど、イン入れろとか、はいはいはい、じゃあまあまあ長文はそんな感じと。じゃあ次のその空所補充問題はどうでした、できました？あ、それなんかもう本当にやめてほしくてなんか私問2から解くスタイルを採用してて、はいはい、長文はやっぱ時間かかっちゃうから、そうですね、うん、2から行ったんですけど、はい、もう2の過去1から多分2分3分使ったんですよ。おお、かけすぎこっちやばいなと思って、みんなカキカキしてるのやばいなと思って。これ2、3分、1問目ですか？はい、多分そのルイちゃんが1問目を解いてる間に僕はもう大問5も終わると思いますやばでもなんか覚えてるのが、はい、あーなんとか、いずなんとか、過去形、原形みたいな、はいはい、なんていうんですか、その、はい、いずも、はいはい、あーもなく、うん、その動詞の原形、うん、イングだったか忘れたんですけど、うん、なんかそういう問題で選ぶみたいな、まあ多分過去文しか ING か、もう全然分かんなかったんです。まあまあまあ基礎的な問題です、はい、合否は来ると思うんですけど、それって自分の回答が合ってるか合ってないかとかって分かる、見えないですね。はい、見えないんですか？意味のいいですよね、それ。なんか意味ないですよね。上達しないじゃないですか、自分の。ああ、そういうこと。いや、入試は上達のためのものじゃないので、そうか、結果を見ることなので、はい。あれ、正解か不正解か分からないんだ。そう。めっちゃモヤモヤしますね、それ。そうですね。やだな。来年の。来年とか、まあ、今年、赤本だったり、そういう過去問出た時に、多分もう忘れてると思います。確かに。で、言い換えはどうでした？言い換えは、その、熟語めっちゃ苦手なんですけど、うん、その熟語を単語に。はい、だったから、ちょっと、ニュアンスでいけたっていう、うん、感じでした。まあ、基礎的なものが多いですね、見る限りは。じゃあここはできて、何が出たかは覚えてない、ね、うん、ちょっと待ってください、はい、全く覚えてないです。だからメモってって言ったのに終わった後にあ、いや覚えてないです、マジで終わった後にメモってって言ったのに覚えてないですね。言い換えはちょっと直後でも覚えてなかったと思います。あ、ね、そして並べ替え問題です。これじゃないやつです、ね、なかったです。本当にもうやめてほしい、あれ。いやいや、並べ替えはできてくれないと並べ替えできないと、本当に、じゃあもう苦戦したと。苦戦しました、めっちゃ。で、会話は？会話はもう私過去問でも一回間違えたことないんですよ。あ、なるほど、はい、会話は得意だったということで間違えてるかもしれないけど、コミュニケーション能力高めということで、はい、自信あります。英語合否的な意味ですか？いやいや、合否でもどれぐらい取れたか的な。多分本当にこんぐらいだと思います、はい、いやでもどうだろう、並び替えがやっぱり提示してくれてることを想定しちゃってたから。なるほど。それでこの点数だからもうちょっと低くなると思いますね。だから本当に半分ぐらいだと思います。うん、半分で合格できるのかな、わかんないですけどあの知ってる方一体何割取ればいいのかお知らせください。教えてください。続いて国語でございます。現代文しかないんですけど、はい、ちょっと任せてください。国語は、国語、現代文は2つ、はい、ありました。どういうのは、こっちはめっちゃ覚えてます。お、日本語はさすが記憶に残るというんですねはい、あ、ちょっと待ってください。1個目なんだっけな、1個目は、あ、なんだっけ、めっちゃ覚えてるって言ったのに嘘つかれちゃう。ちょっと待ってください。1個目なんだったっけな、なんか2個目がむずくって覚えてるんですけど、はい、1個目がマジでちょっと印象に、あ、思い出しました。はい、幼児教育的な話で、新聞とかですか、雑誌とかですか。いや、人が書いてましたね。そりゃそうでしょ、 AI が書いてるやつ出さんでしょ。なんていうのか、なんか語り口調だったんですよ。あ、だから私のあんまり好きじゃない論文みたいな感じじゃなくて、僕はこう思ってますみたいな感じだったから、結構読みやすくて。幼児教育は好物ですよみたいな。そうです、そうです。あ、思い出した。自分の中にある表現は人に伝えることで、どんどん自分の中に持ってるものと他者が理解、その自分の持ってるものを理解できるかどうかっていうすり合わせみたいなのをちっちゃい頃からやってって、うん、今の人間になってるみたいな話でした。うん、確かに。どうでした？これは結構自信があります。お、漢字は？漢字は問1が書きで、はい、問2が読みなんですよ、うん。書きは多分満点取れたと思うんですけど、紛失っていう漢字と、はい、結構簡単でした。うん、紛失、いや紛失しか覚えてないんですけど、うん、記憶を紛失してますね。はい、紛失、うん、紛失ですって、も古墳の墳に出る、出る方ですね、はいはいはい、問いに紫式部の話だったんですよ。古墳じゃないのに、ないのに、紫式部がすごい女性だったのに、やっぱその時代は女の人が控えめにしてることが美徳とされてるから葛藤があったよみたいな話だったんですけど、まあ読みが終わった後調べたんですけど、うん、2個間違えてました。あ、なるほど、漢字の読み、はい、おってことですね。それが大問に、あ、そうです、物の哀れで、なんか本当これなんて言いますか、ゆいですよね、そのゆい、違うでしょうね思いっきり回答欄にゆいって書いたんですけど、ただって読むんですよこれ、あ、そのただ
はい、そんな言葉遣いありましたっけ、そのただ。いや、その後ろがどうなってるかによっていや、文頭にこれが来てて、はい、そのよい、はい、誰の話してんだよと思って紫式部の話してたのにああ、ね、びっくりしちゃって本当になるほど、新たな人登場登場したみたいなことになっちゃって混乱しましたね、はい、でもただそこだけ他はいけたと、多分いけたんじゃないかなと思います。どうなってんだろう、え、発表いつとか、来週末、早っ、もう多分だと思う、もう本当に来週末ですね、あ、1週間後に分かります。ここは2月3日はい、節分の日ですね、ん、豆まきの日に、じゃあ生配信ですか、したら合格不合格、そうそう、合格不合格、ウェブらしいです、ああ、じゃあ夜には出てますもんね、絶対、はい、出てると、その夜に生配信でこうやってってやるか分かんないです、もうそれはもう昼に撮って何時か分かったです、来て昼に撮ってもう夜出すっていうのもありだと思います、はい、うわ、どうなんだろう、怖い怖いでも国語は本当に多分90点は取れたと思います。お、え、点数も分かんないんですか、分かんないですよ、秘密主義みたいな感じだったんですよ、やっぱ問題も回収だったし、多分教えてくんないんじゃないかな、だから開示って言って大学によっては不合格だった人だけ得点見れるとかもある、何ですかそれ、そうなんです、合格した人見れないとかもあったりするんで、まあ、無理してないだろうみたいなことなんですかね、なんでなんでしょうね、もう一つ受けますので、はい、はい、こちらに関しても動画撮ります。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。